しょ。待って、今日すっきりしすぎじゃない？あ、今日待って、めっちゃすっきりしすぎじゃない？横が見ないからかな。こんばんは、ありがとう。ちょっとさ、これ BGM 聞こえるか試してみてもいいですか？ご飯食べた。聞こえるようになったかな？どうかな？よしよしよし、ありがとうございます。よかった。猫ぽー、ありがとう。一番ありがとう。大将さん、落ち着いたから春アニメ見られるかな。ねえ、春アニメめっちゃ見たいんだけど、ちょっとまだまだ見れそうにないわ。そうね、でもね、劣等生だけ追いついたかな、魔法科高校の。そうなのよ、劣等生だけは追いつきました。ユーフォニアム見たい、2話くらい溜まってる。ブルームーンさん、虹色さん、ありがとう。ね、コロボそれ見たよ、ツイッター X で。そうなんやって、私のさ、この初めてのアバターができて7年経ったんだって。やばいね、7年経ったの。そうなのか。ピヨゴミちゃんは私めっちゃお気に入りなので、アバターね、ありがとう、ずっと使ってくれて。ローマ字ユキーさん、ブラッチー、アマトーさん、ありがとう。ごめん。神尾かんでさん、ブーちゃん、スエさん、ありがとう。休めました、本当に。めっちゃさ、今日寝れたんですよ。だからもうすっごい元気になっちゃって、すごいわよ、本当に。めっちゃ元気です、今。そうなの。ロブシャン100キロありがとう。ロボリンさん、スイカさん、タカホシハートさん、ゾウさん、カズノリさん、クラッシャーさん、七つ星さん、サトちゃん、ごめん、サトちゃん、ナノハさん、ノブシャン、竹山メイツさん、ありがとう。うわー、それ絶対面白そうと思ってたんだよね。魔王の俺がエルフを嫁にしたんだかのやつ。大将さん、いいな。ターピーさん、ユージさん、ムさん、ありがとう。神尾かんねさん、大将さん、アイスー、ケイシャインさん、いらっしゃい。お、ブラッチー、ティータイムコマじゃん。ちょうどこのコップ。ありがとう。ねえ、マサさん。そう、私さ、横髪がない方がさ、顔がちっちゃく見えるっていう、すごい珍しいタイプなよ。なんか大体はさ、このここをほっぺたのところを隠した方が顔ちっちゃく見えるんだけどね、こうやってした方が。で、私出した方がね、なんかそうなんよ、顔がさ、すっきりして見えるというか、ちっちゃく見えやすいからさ。でもそうするとさ、なんかアレンジとか似合う髪型とかが少ないよ。巻いたりするよりもめっちゃピチピチの方がいいのよ、なんか。
だからすごい難しいんですよね、私の頭というか顔。研究中なんだけど。だから今日はね、ちょっと前髪をね、オイリーにしてね。前髪まで重たかったらね、ちょっとあれだからね、ちょっとオイリーにしてスッキリしてみた。フーガネットさんいらっしゃい。まみちゃん、アイスありがとう。ブレイブさんいらっしゃい。タイソさんフローありがとう。今夜は子供たちと横割りで。あ、そうなの？すごいね、その対バン。ミセスさんと乃木坂さんの対バンだったの今日。あー、ミセス。あなたに会いたくて生まれてきたんだよ。この曲めっちゃ好きで、まだ歌えたりはしないんだけど、すごくいい曲だと思って聴いてる。ミセスさんの。ひろしさんこんばんは。ノイチさんいらっしゃい。のびしゃんアイスありがとう。おさぴーさんかわいいありがとう。しばさんいらっしゃい。よっぴーさんフルありがとう。なんかここになんかいた卵ちょっと配信ごめん、始まる2分前までご飯食べてた。着ぐるみはって何？着ぐるみはってとことこさんありがとう。昨日から本当コロボもう痩せたのもある。FUN さんこんばんは。山ちゃん、大友さんありがとう。ヨロさん、野菜炒めさん、ワンダーさん、ゴンちゃんありがとう。あ、よかった、 BGM 聞こえて。あさみさんアイスありがとう。おさぴーさん食べて。ローマ字ゆうたさん、君は永遠さんアイスありがとう。ひろゆきさんいらっしゃい。のびしゃんお疲れありがとう。ゆっきーさん、ひろさんいらっしゃい。ロッピーさん、そうなんです。ノイシャンフルありがとう。ノイシャン、ローマジヨシさんお疲れありがとう。ヤマピー、今めっちゃ雨だった。だって、え、嘘、雨降ってた？本当？あれ、都内か、都内。ヤマピー、そうなのか。おかきさん、ヤマトさんありがとう。まー、あ、ちゃん食べてありがとう。晩ご飯？お、晩ご飯中華丼じゃないけど惜しい。中華麺食べました。冷やし中華始めました。はい。解決たまごんさんありがとう。天月さんいらっしゃい。おかきさんバラありがとう。りゅういらっしゃい。おかきさんこばんありがとうね。まー、あ、ちゃんふるありがとう。貝の山々日に生えて。はい、武田星ゆきさん結婚して。ブルームーンさん会員ありがとうスイズのりあきさん、三浦さん、えのさんさん、グッチードナルドさんありがとう。くまさん、熊本からありがとうございます。ワンダーさん、ティータイムくまありがとう。 JJ さんいらっしゃい。やっくんアイスありがとう。のむさん、おしょうさん、やっくんキラリンコありがとう。グッチーアイスありがとう。ミッチーマウスさんありがとう。ドナルドさん100キラありがとう。おだちさん結婚してありがとう。トトロさんいらっしゃい。ピヨゴメちゃん可愛いよね。我ながらいいアバターではって思ったけど。ヤスプッチンさんいらっしゃい。ハイドさんありがとう。ネームさん
顔すっきり。そうなのよ。ドナルドさんラブレター、ありがとう。画面でわかるくらい元気。え、そう、いや本当にね、正直昨日までこう体としては死にかけやったよ本当に。明日寝れろって思ってさ、今日はもういっぱい寝て、そしたらもう全開した。そう、気持ちはねいつまでも熱いんですけどね、体的に。まさみうらさん、ダーシャハさんいらっしゃい。え、なのはさん、そうか、お忙しいか。テンスラ、そうじゃん、テンスラ忘れとった。え、そうなの、メイツさん、ヤミちゃん、ヤミちゃんさんま御殿出られてたんですか。すごい、見たかった。こしさん、かわいい、ありがとう。ねえ、サクサクさん、そうでしょう。うらしゃん、かずちんさん、ありがとう。ゆっきーさん、フル、ありがとう。未来へ一歩。明日を描くために未来へと別れ道を。ありがとう。おしげさん、ゆうじさん、ありがとう。まみちゃん、フル、ありがとう。そう、横髪ないからかもだけど、ありがとう。ほんといいカップでしょ。カマインさん、ありがとう。スエさん、フロー、ありがとう。イオ弁教えてが、うちみの青タンを青字って言われたらしい。ほんま、え、青字じゃないの、逆に青タンって言うんですか。逆に知らんかった、それ。青字がイオベなことも初めて知ったんだけど。そうなの。え、みんな青タンって言ってるの、青字のこと。リルルさん、いらっしゃい。カンマインさん、ブルーさん、ターコン、ありがとう。マコさん、食べて、ありがとう。明日は松山も東京も、あ、曇り、あ、コロボのとこ晴れ、よかったね。明日は、そうか、明後日雨降るのかな。のぶーさん、いらっしゃい。おしげさん、ラブレターありがとう。推しの子2期、あれ、そうやっけ、7月から推しの子2期だっけ。というか、あの実写版っていつからやるんだっけ。実写版やるよね、推しの子。アマトーさん、愛想、ありがとう。最近痩せました。痩せました、気づいたら痩せてた。そうなの。でもね、ちゃんとご飯は食べてますよ。さっきも食べたし。川崎さん、アイス、ありがとうございます。のぶーさん、食べて、ありがとう。ピルクル、アイス、ありがとう。マーク2さん、ありがとう。ありがとう、アントワンさん。ありがとうね、ワンダーさんもありがとう。けだまきおしろうさん、いらっしゃい。本当、なのはさん、初めて会った時はビッグショー。初めて会った時、ネコプトキビタさん、アイスありがとう。ドナルドさん、フロー、ありがとう。エネルギーチャージできた、ありがとうよしんこ。冷やし中華食べました。私ね、夏になってもあんまり冷やし中華食べないんだけど、今日すっごいさ、輝いて見えたのよ、冷やし中華が。すごいこうピンときて食べた。さっき、美味しいね、冷やし中華。トンコさん、100キロありがとう。あおちゃん、赤花さん、シャラクさん、いらっしゃい。キミヒデさん、いらっしゃい。今日は朝からめっちゃ暑くて汗だく。あ、え、そう、気温高かった、今日。ポップマスターさん、朝曇りやなかった。今日暑かったか。
ローマ字よしさん、いいね、ありがとう。大人っぽく見えますか？本当？ゆうじさん、ありがとう。さとしさん、こんばんは。今日はちゃんと半袖。あ、そうそう、しかもほら今日これです。見える？あのエゴイストさん T シャツ着てみた。どう？ちょっと見せとこ。やっぱモデルになりましたので、よいしょ。じゃじゃーん。待って、よいしょ。じゃじゃーん。ちょっと遠いか。かわいいでしょう。めっちゃかわいくない？これはね、あの名前のない怪物が入ってる方の T シャツかな。よいしょ。と思うんですけど、だからみんなもさ、あの頼んでからやっと届いたって言って、この間のイベントで来てくれてたよね。今届いてるんよね、確か。そうなの。あれ、ちょっと待って、どこまで読んでたかな。おお、ありがとう、ありがとう。ちゃんいらっしゃい。今日も一日お疲れ様。新ひなほって何やっけ。何新ひなほって。え、ワンガンさん、お大事に。頭痛い、頭痛治らないって言ってる。今日曇りだったからかな、ちょっと雨降ってたもんね。そう、カペさんいらっしゃい。ストンコさん、アイスありがとう。今日暑いね。今日30度超えたんだって、ワンダーさんが言ってくれてる。今日暑い。そんな暑かったか。ヘボさん、アメグマさん、ありがとう。冷やし中華やっぱ早かったかな、ブルームーンさん。ナノハさん、レインボースターありがとう。シュガーアップルフェアリーテイル、わかんない、初めて聞いた。今期のやつ？コロポ。ひらさん、野良犬さん、ひらがなさん、ありがとう。まゆちさん、100キロありがとう。まるみさん、いらっしゃい。ひろゆきさん、ありがとう。ブレイブさん、アイス、ありがとう。まゆちさん、にゃたろさん、ドラミチューンさん、ありがとう。かずちんさん、食べてぃ、ありがとう。久々に民謡聞いた？ダッシャーさん。そう、いつもリクしてくれてる方のあれよ。ずっとね、多分イベも応援してくれてたんだと思うんだけど。そうなんですよ、終わったのでね、イベ。ストンコさん、フルありがとう。アキエモンさん、フルありがとう。 WXYGくて狭い街だから、どこにいても。はい、ありがとう。海ほたるさん、いらっしゃい。お、さつしさんも中華、うん、冷やし中華食べた。食べたか。昨晩ロンロン同宅ならず、猫ぷー。オーラスで秀幸さんに親パイ2万4000売り込んでから寝ました。それ目覚め悪いやろ、猫ぷ。そうか、昨日もどう見てくれよったよね。あのいたのよ、ちょっとだけ。やばいね、2万4000、すごいな。まゆまゆさん、ありがとう。海ほたるさん、アイス。虹色さん、食べて。
ありがとう。とろけるさん、キラ100、ありがとう。かまいさん、ちょっと待ってね。一回そのアバター却下されて、もう一回、申請中なので、はい。まだかかるかも。海ほたるさん、お疲れ。ありがとう。ローマ字マサさん、サイエム。ありがとう。あきおきけさん、新春に、新州さん。ありがとう。猫ぽー、パラありがとう。カポさん、なるなりさん、いらっしゃい。食べて。ありがとう、なるなりさん。ひらがなかずさん、ありがとう。何時間寝れたって。10時間は寝てないね。寝てないけど、何時間寝たんやろ。8時間ぐらい寝たかも、今日。2回くらい起きたけどね、なんか朝に、あ、まだ寝れると思って寝た。もう1回、2回くらい寝たかも。ひらがなのカズさん、ありがとう。ジェットスターって安いのね、松山行くかなって。おー、そうそう、ジェットスターがあるよね、松山は。あるんですよ、ユッキーさん、ぜひ。え、ロッピーさん、お大事に。風邪寝るんよ。 K8 さん、アニラジさん、パンダさん、ケンフロールさん、いらっしゃい。キンニャンさん、アイス。ハイドさん、お疲れ、ありがとう。テストさん、ありがとう。オクマティータイム。あ、そうそう、支援ゲージをね、がね、達成してくださってたからね、それのお礼をさ、今日は決めたくて。いや、前さ、すごいなんか変えようかなと思ったんよ、その支援ゲージ達成したら。今までずっと何かこうコスプレするって言ってたんやけどさ、まあ、ずっとそれだったし変えようかなとも思ったけど、結構前もリクエストめっちゃ多くいただいてたから、今回もそっちの方がいいのかしらと思って、今回も何にしようかな、コスプレ投票に。なんかいろいろ案はもらってたよね。カラオケ配信するとか、なんかどっか行って配信するとかってもらってたんだけど、いろいろ使えるしね、コスプレのやつは。ジェリー26さん、ありがとう。お、ブラッジファイトガールやってきた。トイン曲一本歯、親三倍で一瞬で終わった。2位だけど100円返してほしい。わかる、なんかそのそうなるときわかる、めっちゃ。やばいね、トイン曲一本歯で3倍満点。熊健さん、バンクーバーさん、ありがとう。本当コラボ、あさっても同じ感じって、曇りか。ありがとう。傘持っていこうかな、一応。トギいらっしゃい。愛媛は琵琶の出荷時期になったって。何か甘いもの食べたって。え、甘いもの、今日は食べてないかも、確かに。琵琶食べたいな、琵琶大好きなんだけど私。リュウアイス、ありがとう。後ほどバンクバンさん、いってらっしゃい。ひらがなのカズさん、アイス、ありがとう。いや、ブラッチ、これはねずっといただいてたんだけど、今日初めて来た。ちょっと違うバージョンはずっと来てたんだけど、これ開けるのもったいなくてさ、でも一回来たいなと思ってちょっと来てみた。お、ナノアさん、ねえ、昭和編の時だね、お話ししたの覚えてるな、めっちゃ。ビクポワさん、かっこいい、ありがとう。ねえ、コロボ、そうですよ、めちゃくちゃ嬉しいお仕事です、本当に。モデルのお仕事
みーちゃんさん、フジモンさん、ユーニャンさん、ありがとう。その T シャツお高いんでしょ。ええ、というかもうね、販売してないんですこちら。めっちゃ紹介しておきながら、ユーニャンさんありがとう。わ、マミちゃんとこ届いた。ぜひ来てね。わー、ようちゃん、私アメリカンチェリー大好き。わかる、食感がいいんだよね。よしさん、100キロありがとう。あれ、晩ご飯冷やし中華だったの。一生一生ごまだれ。ひろくん、100キロありがとう。ひろくんも痩せたの。そうなのか、それはあれか、ダイエットじゃなくて。大変じゃな。竹山メイツさん、アイスありがとう。コエポンさん、モフ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 。カーペットさん、カーペットさん、合ってる合ってる、ありがとう。ポンさんいらっしゃい。お、アーニャさん、ありがとうございます。先々週の金スパに関係ないけど、お、ありがとう。エゴイストティー着ていったよって。これおしゃれだよね。すごいさ、このデザインがやっぱかっこいいからさ、目を引くと思うんだよ、これ着て歩いてたら。おひつりさんありがとう。トールンさんいらっしゃい。赤さんこんばんは。リラクマいらっしゃい。ひらさん食べてありがとう。スナフキンさんいらっしゃい。今日は仕事場の人が胸を強打して骨折してないか心配なとこ。どっか打っちゃったの？いたいたいた。え、大丈夫なの？リュウフロありがとう。下が赤ね、ゴイストさんおしゃれ。下はね、下パジャマだけどね。だいたい黒のスカート履いてるかも、この下は。お、パパマスターさん T シャツたくさんもらったのでいっぱい着てね、パパマスターさんね。え、ワンガンさんありがとう。太鼓のクマポキありがとう。ヨッチさんいらっしゃい。キンちゃん、ニャンパさんありがとう。テストさんフローありがとうです。ラストライブに向け松山行きの航空券と宿予約しました。ありがとう、早いね。チケットはそうだね、もうちょっとかかるけど、会えますように。キャメロンさんいらっしゃい。よし、ちょっとじゃあ先乾杯して、乾杯したら決めよっか。あ、ちょっと待って、そのことについてなんて書いてくれてるかな。カラオケ配信でもいい。あ、ほんと？カラオケ配信もあり。コスプレでリクエストカラオケ配信したら完璧。なるほどね。カラオケリクエスト配信、コスプレいろいろ使えるとはって。そうだから、この何かにさ、またショールームでやるときとか使えるじゃん。これ残るものだからいいかなと思って。やすすすさんいらっしゃい。コスプレでリクエストカラオケ配信したら完璧って言ってる。それなんかどんどん豪華になっていってるね。シシマルさん、ハラポニョちゃんいらっしゃい。ニオさんありがとう。どうしようかな。あ、とりあえずお供、今日のお供はなんか最近さ、朝に飲むような飲み物ばっかり飲んでるんだけど、抹茶風味のプロテイン買ってきた。もうなんかさ、飲んでないやつがここのランとかにしかなくて、あのコンビニさ行っても、あ、でも何個かあるよ、そのまだ飲んでないコンビニで見つけたやつもあるんだけど、本当にさ毎日違うの飲んでるから、そのコンビニさんも追いつかないよね、そりゃ毎日さ飲んでるから。で、行ってるとこのコンビニで、あのこれが売ってたから
買ってきました。はい、これね、高タンパク質。やばい、今日タンパク質ばっかり取ってるかも。さっきもゆで卵と、ささみの入った冷やし中華食べた。はい、ではでは、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。乾杯。プロテイン無機。うん、美味しいじゃない。飲みやすいねこれ。あー、すごい、久しぶりにプロテイン飲んだな。こう一時期さ、そのジムに、愛媛に住んでた頃すごい通ってて、確かあのマラソン、愛媛マラソン走るってなった前後にめちゃくちゃジム行ってた。それでさ、毎日プロテインも飲んでた。あの豆乳というか豆系のやつ飲んでて、で結構その時から味好きだったんだけど、これはねすごい飲みやすめのやつだね。抹茶の、おいしい。蓋の音響いてた。蓋の音響いてた。特報シリーズね、そのうち来るかも。甘い、あ、ちょっと甘いけど、なんかめっちゃ甘いって感じではないかな。ムキムキでも応援してくれる？リラックマ、よろしく。ムキムキになるかも。だからそうね。そう、あの今回のそのイベントでさ、イベントでおとといのめちゃくちゃ曲、自分の中のレパートリーが増えたのよ。それをね、せっかくだからこう歌う配信とかにしようかな。お礼。どう？だから普段の配信とは別にやる。やるよーっていう感じ。ちょっと長めになるかな、配信。キャメロンさんいらっしゃい。カンの背中さんかな、ありがとうございます。オカムさん100キロありがとう。武器があるコスプレ。ひなおちゃん、人からするときは今日は何歌うか決めてるのかなって。私が人からするときはだいたいなんかその次のイベントの練習とかになるから、その練習の歌とかになるけど、一人でなんか楽しむためにカラオケに行ったのがどんぐらい前だろうな。何歌ってるかな。でも人からってめっちゃいいんだよ、ほんと。あの一番だけとか歌いたい時とかあるじゃん。その時にね、あのすぐこう最後まで歌い切らなくても停止できたりとか。Siri が起動しちゃった。するからね。事務所から麻雀配信。麻雀配信ね、確かにしたいかも。麻雀配信か、どうやったらここでもできるかな。
サイさんいらっしゃい、ありがとう。ビワ好きだけどスーパーだと高いよねって。え、何円くらいだっけビワ。え、本当ゴロボ、明日明後日傘いらない、降らない明後日。わかった、持っていかないね。じゃあマスカットさん、イナチさん、ありがとう。ごまだれ冷やし中華なんてもう都会の女ねって。どういうこと、ごまだれだと都会なの？え、なんだと田舎なの逆に。クイフさんいらっしゃい、ありがとう。 MX6 さん、トラガンバさん、ジイさん、ミチさん、タケちゃん、ありがとう。ナノアさん、フロー、ありがとう。ニョッキから日常に戻るとなんか天国から地獄に叩き落とされた気分だ。もうどんだけだ、お疲れ様、本当に。ナノハさん、なんかね、新しい部署に結局行ったんだっけ。行ったって言ってたよね。おお、ひろくんはダイエットしてるのか、えらいね。そうよ、夏よ、みんな。今年こそはさ、私プールで遊びたい。なんか去年さ、プールは行けなかった気がする。プールか海かで遊びたいんだけど、泳げないけどチャップしたい。なんかさ、全然予定ないのにさ、見てた水着とか。今年はトラガンバさん、アイスありがとう。エピオンさん、マナカさん、ありがとう。タッタンさん、ありがとう。いつも可愛いって、ありがとう。アントワーヌさん、100キロありがとう。ビワかな、それ。ビワは畑の片隅に実ってますが、ほとんどカラスに食べられます。え、実ってるんですか、ビワまで。アントワーヌさん、すごいね。どうだろう、ヒロ君。そうかも、XL? そう、確かに。サイズなんぼだったかな、これ。はちみつさん、いらっしゃい。ファンクラブイベントのくじ引きの続きをって。確かに、そうね。ギギさん、ターコズさん、いらっしゃい。ジンさん、アイス、ありがとう。お、サトシさん、麻雀してる姿が見たい。本当？どうしようかな。そう、こうリアルならさ、リアルに麻雀打つ配信なら、こうやってそのまま立てかけといたら見えるじゃん。けどネット麻雀になるとさ、配信しながらネット麻雀、あー、こうパソコンを写してやればいいのかな。それだったらできるな。私の顔映んないけど。やろうかな。カラポ、おやすみ、おやすみ。店によって結構味違うって。本当、あんま冷やし中華のさ歴ないからわからんな。もう朝のパッケージですやんってね、本当に。ひろゆきさん、いらっしゃい。マッスル、マッスル。蓋の音、あ、これ乾杯んとこか。筋トレ配信、筋トレ配信にしよっか。お、ペンギンアイス、ありがとう。筋トレ配信さ、できるやつが少ない。私腹筋はできるけど腕立ては壊滅的にできない。私遺伝したのよこれ。母も腕立て伏せできなくて、二人で一緒にやったことがあるんだけど、この伸ばしてからこう、ここにここでこう止まれないのよ。このこう、うーんってなって止まれなくて、絶対にこのままバタンって倒れるのよ。その曲げたまま維持できない。多分同じ人いるんじゃない。そう、腕立て伏せ遺伝。でもさ、私がこんなに運動できないのは
遺伝じゃないのよ。父も母もめっちゃ運動できてたのよ。なんでこんな足の遅い子が生まれたんだろう。ゴエモンさんいらっしゃい。100メートル走さん、タダシさんありがとう。プロテインは抹茶とバナナをおすすめしてる。あ、本当？シナモンさんはプロテインマスターなの？あ、本当？賛成、賛成よで。ひたすらカラオケ配信でいい。あ、本当に？じゃあせっかくだから、あれする？なんか今までのさ、コスプレのどれか着る？そうする？リターンみたいな。リターンじゃなくてなんだろう、今まで何やったっけな。ね、ちょっと待って、私持って帰ったのもあるかも、実家に。ちょっと待って、探してみるけど。ヴァンパイアお兄さんいらっしゃい。スランポコンありがとう。ひでゆきさんありがとう。バラとジージータありがとう。ひでゆきさんバラ、ようちゃん似合う、ありがとう。結婚して、スランポコ100キラありがちょー。毎週のように人から言ってるの？すごいにゃー。三日月さんいらっしゃい。ごえもんさん食べて、ありがとう。トロトロティンさんいらっしゃい。バンクンバーさんおかえり。麻雀配信はショールームだとジャンタマできるけど、ちょっとあれ、あ、そうそうなんですよ、ジャンタマちょっと難しくて。そうだね、ロンロンかファイトクラブかな、やるなら。え、プール配信しませんよ。都会水着女で検索した。あー、するの忘れた。でもね、あの水着はね、もう決まったというか、わー、これいいなと思ったやつがあった。ローマジヨシさんかわいい、ありがとう。みちさんいらっしゃい。ストレドコアイスありがとう。仙人さんいらっしゃい。タッキーさんお疲れ様。ファンミでバーベキューとスイカ割りいいな。うわ、しばしスイカ割りなんかやってない。チェック服バイクハンさんありがとうございます。ゴエモンさん愛想ありがとう。ビワはゼリーでも少しお高い。お、美味しそうだな、ビワゼリーって。マサさん、サンガクーさんいらっしゃい。ミチさんアイスありがとう。マー君ギターさんありがとう。ユーシスさんペンギンアイスありがとね。TKD さんとホノピーとウォズミさんでリアルマージャン。面白い予感しかしないじゃんそれ。めっちゃしたいわ、その4人で。サンガクーさんアイスありがとうございます。ローマジマスさんバラありがとう。孫悟空さんアイスありがとうございます。うん、ヤマピー AG06 はね、映像入力はできないかな。でもね、多分パソコンで、まあ、言ったら画面共有みたいにしてできるね、あのアプリとかサイトがあると思う。その探せばあるから、多分できないことはないかも、パソコン使ったら。
YouTube で。入力できるかもしれないけどね。三角さん、アイスありがとう。腕立て伏せできない人、あ、やっぱ多いよね。ワンダーさんできる？ワンダーさんは。まめまめさん、ありがとう。腕立て一回もできないってこと？そうです、生まれてこの方一回もできてない。もうね、体力測定とかもう地獄、ほんと。体力測定ってさ、腕立ても腹筋もなんか全部なんかいろいろするじゃん。もう砲丸投げとか毎回笑われるんだけど、私なんかあのボール投げみたいなあるやん。なんかしかもそのボールが重いんよ、まず。腹筋ローラーやったことあるよ、サクサクさん。なんか腕立てはできないけど、腹筋ローラーならできるかもって思ってさ、やってみたけどダメだった。気づいたら膝がついてる。膝つけてやるやつならできる、サクサクさん。みひろさん、いらっしゃい。一人運動会ねえ、テストさん、膝ついて腕立てはできた。カニさん、ありがとう。重い荷物、マサさん。あ、重い荷物とかね、人並みにね、あの持てると思うんだけど、腕立てに関してはね、なんか体の構造的になんかおかしいよ、なんか。ヨコポンさん、ありがとう。ありがとう、サトシさん。そうね、ヨルさん、チャイナ、セーラー服、ナースだっけ。そうか、4つやってたか。じゃあなんかその中のどれか1個着てカラオケ配信にしようかな、お礼は。ヨルさん、ちょっと投票していい？じゃあ、チャイナ、あの白のやつね、白チャイナ。あ、そうだ、夜さん、なんかね、カツラがね、壊れたというか、おかしくなったんだよな。セーラー服、セーラー服ね。あ、巫女もやったよね、確か。巫女さん、ナースか。じゃあ5つあるね。4、巫女、巫女さん、5番が書けぬ。5番が、ナースか。よっしゃ、じゃあ、じゃじゃーん、この5つの中のどれかを着て、今回はカラオケ配信、いっしゃ、ひたすら歌う回みたいなのにしたいと思います。ちょっと投票の準備するね。5番まで、はい。じゃあちょっと一回投票タイムになりますが、この中のワンモア見たいぞっていう投票してください。よーい、どん。じゃじゃん、1番ヨルさん、2番チャイナ過去白、3番セーラー服、4番ミコさん、5番ナース、だよーん、だーひょーん。タツ、あ、タツも借りれるかも。もしかしたらタツ熱いな。タツでカラオケ熱いよ。ヨシさん、本当ですか？今日髪すっきりしてるからかな。いいじゃん、プールサイドで待機する。
何の話してたっけこれ。引っ越しの荷物に20キロのダンベルがあって、エレベーターがない新居で、持ってきてもらったの？大変だね。リバイバルっていうのかこれ。ありがとうワンダーさん。嬉しいね。海道線五郎さん、ストムーンさん、イズタンさん、ありがとう。いや、そういえばリュウ、あのレンタルから戻ってきてないわ。制服とミコ。よし、じゃあそろそろ締め切りでいいですか。亀姫借りてこないか。それでは5、4、3、2、1。次に着るのは、遅延ゲージ達成して次に着るのはじゃじゃーん。おー、白チャイナー、白チャイナーになりました。わかった。待って、白チャイナの次セーラー服なの。セーラー服、ナース、ミコ、ヨルさんだって。ヨルさんこないだ来たもんね。わーい。ということで、選ばれたのはチャイナでした。ありがとうありがとう、白チャイナとなりました。白チャイナでひたすら歌うね。シェイシェイ。大工さんありがとう。100キラと、あーすごい、たくさんありがとうございます。22分本当だ。今日の告知は、今ファンクラブ選考で滝山 3.5 のラストライブの、チケットがファンクラブ選考開始しております。ぜひそのライブに来てほしいのと、抽選結果もまだもう少しかかりますが、抽選結果28日だっけな、だっけな、抽選結果その日となっております。そして6月はね、6月5日にもライブがありまして、ハピコレっていう、この間ね呼んでもらった対バンにまた呼んでいただいてるので、そちらもいつかぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。6月はそんな感じかな。とろけるさん偉いね、腕立て毎日50だって。めちゃくちゃすごいじゃん。あ、ワンダーさんもすごいね、腕立てできるんだ、すごいですね。家族親族の女性はできない、そういうことか、女性はできない人が多いのかな、もしかして。タックさんいらっしゃい。マサさんいいね、三ツ矢のレモンサイダー。私は今日プロテインだよ、お願いまそう。めっちゃ痩せたい、お願いまそう。砲丸投げマイナス何センチとかなるさ。ほんとそんなレベルよね、マサさん。そうなんよ。ライジンさん、ひろちさんありがとう。あー、テストさん、プランクはできる。それできるのよ。よくね、ダイエットしたいってなった時に、それやってた。ヨコポンさん、フロー、ありがとう。カラオケで昭和のアイドル曲歌うと、おじさまたちが喜んでくれる。おじさまたちの青春。おじさまたちとカラオケ行ってるの？よく、ヨコポンさん。ねえ。ひなほの体力測定で一番組できそう。できるかな。めちゃくちゃ面白くないレベルで何もできんと思うよ。で、私のあの特技は長座大前屈なので、それだけはできます。腕こうやって伸ばしてこうやるやつね。
ペットボトル、あ違う、握力も割とある方なんですよ。腕力はないんだけど握力はある。マサさんお疲れ、ありがとう。ママさんいらっしゃい。カツラ壊れた。なんかね、止まらなくなっちゃったというか、なんかこう首振ったらすぐ取れちゃうみたいなことになっちゃいまして、夜さんすぐハゲちゃうの、夜さんのカツラ。マサさん100キロありがとう、ありがとうね。選べんかった。大勝ちさんいらっしゃい。なになに、さとしさん自分的には一番好きなコスがあるので一択だって。それなった。ノンさん、あバッティーズさんか、バッティーズさんいらっしゃい。チャイナだったよー。スージーさんいらっしゃい。猫ぽ似合う、ありがとう。白チャイナ着ちゃうよ、コエポンさん。ジャンパイも似合うねって。ね、そうジャンパイのねグッズをいただいてってね最近。それ使おうかな。曲は事前に選ぶ感じって。いや、みんなにリクエストもらって歌おうかなとも思ってるけど、でなんかその時に歌ったことないやつ歌ってとかって出たら、まあ、それ歌ってみたりとかあるかな、それ歌ってみたりとかしようかなと思って。基本はリクエスト募集するよって感じにしようかな。あ、そうだね、5月もう一回会えるとしたら25日にあるスペースメイク1対1のオンライントーク会がねありますね。そうなんですよ。しろしろさんアイスありがとう。あら、おくまいただいた。あおちゃんありがとう。ティータイムくま乾杯乾杯。高嶺のなでしこちゃんがさ最近 MV 出されてた、メイド至上主義っていう曲やっけな、可愛すぎてやばいんだけど。めっちゃ急に話飛んじゃうけど、最近聞いたんですよ、ハニーワークスさんのね、そのメイド至上主義ってやつ、乾杯っていうめっちゃ可愛い曲があるのよ。にゃんとかワンとか言うんですよ曲で。知ってる？しろしろさんアイスありがとう。お、トゲありがとう告知。腕の癖がすごいんじゃな？そうみたい。ひなほちゃんは新体操できそうな感じするって。全然しないかも。私が新体操してるイメージ湧かないかも自分で。でもね、新体操のね漫画をね昔めちゃくちゃ見ててね、もうね忘れちゃったのよ題名が。そのね漫画が大好きだったのよね。なんだっけな、小太郎さん推しの子実写版あるよ。確か星野愛ちゃんが斉藤飛鳥さんで、ルビーが誰だったか、ルビーが斉藤渚さんかな。すごいよね、キャストの皆さんが。 HK さんアイスありがとう。ひろし突破隊さんありがとう。チャイナ服が一番好きなコスプレなので。ああ、よかったね。よかったね言うて。リズムロングのスリットなんだ。なかなか全身見えないかもだけど。のぶしゃんティータイムありがとう。中多様性いいね、ようちゃん。けけけろけけけろ。
島城さん、青のシンフォニーさん、ありがとう。あー、ローマジュッキーさん見た MV めっちゃ可愛いよね。にゃん、カリタン、結婚してありがとう。チャイナ服で ER ファンクラブ歌いたい。またお、バンクバーさん、それはタカネコちゃん見に行ったってこと、見たってこと、 SKE さんとの対バン言ったか。カリタン、結婚してありがとう。一日タカネコちゃん配信ってどうって、歌うってこと。小説家さん、のんびりしたいねんさん、ありがとう。りょうたろうさん、いらっしゃい、ありがとう。よし、じゃあちょっとランキング見していこうかな。ちょうど31本。よし、じゃあ、あ、ハニーワークさんのか、いいな。バンクバーさん、では13位から。13位、ひでゆきさん、ありがとう。あれ、ちょっと BGM 終わっちゃったかも。終わっちゃった。13位、ひでゆきさん、ありがとうございます。今日もありがとう。12位、リュウ、ありがとう。リュウ、やった、たくさんありがとう。11位、なるなりさん、ありがとう。嬉しい、たくさんありがとうです。10位、のぶしゃん、ありがとう。のぶしゃん、やった、たくさんありがとうね。壇上9位、ローマ字のマスさん、ありがとう。マスさん、やった、たくさんありがとうです。そして8位、あおちゃん、ありがとう。あおちゃん、今日も壇上ありがとうございます。ラッキーセブン、なのはさん、やった、7位です、ありがとう。明日はいい日になるぞーい、ありがとうございます。6位、ユーシスさん、ありがとう。ユーシスさん、壇上いつもありがとうです、ありがとうね。あれ、壇上初か、初ではないか。ユーシスさん、5位、大文字のテストさん、ありがとう。テストさん5位、いつもありがとうございます。お、ありがとう。そして4位、ブラッチ、ありがとう。ブラッチ、わーい、壇上ありがとうございます。コメントもありがとう。そして3位、あぼん、音速のロッピーさん、3位、ありがとう。3位です、たくさんありがとうございます。やった。そして2位、あぼん、ワンダーマックさん、ありがとう。2位です、たくさんありがとう。やった、たくさんありがとうね。そして今日の第1位、あぼん、ワンガンボーイさん、お、ありがとう。1位です。たくさんありがとね。1位だ。ということで3747盛り上げ、すごい、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローして、また会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、何やるか決まったことだし、一曲歌って終わろうかな。ちょっといつやるかは、まあ、できるだけでも土日とかにね、できたらいいなって思うけど、その配信ね、またやる日とかに告知しますね。はい、では一曲歌って終わりたいと思います。リクエストタイム、よーい、スタート、スタート。ようちゃん、かわいい。山さん、お疲れ、ありがとう。祝熟睡、ありがとう。ワンダさん、寝ました。花束の代わりにいいね。ハチスケクマさん、いらっしゃい。ひなこしさん、趣味ではないけど楽しいよね。でも筆ペン、ボールペン、手紙、ロマンティック、カレモード、いいね。歌いましたね。世界
愛の約束、デパーチャーズいいね、揺れる思いか、アキラさんありがとう、いらっしゃい。全然前世夏、スイートメモリー、伊藤ね、伊藤。Wow, wow, wow, tonight。 竈門炭治郎の歌。セントちゃんいらっしゃい。よし、じゃあ、うわ、何しようかな、迷うな。よいしょ、ちょん。じゃあ今日もこの間のイベントで初めて歌った曲歌おうかな。